ジョン・メイソン・ニール久しくマジに死守よ、特来たり手は、アドベントの時期に広く歌われる、三美歌である。詩、曲とも、中世の聖歌のものであったが、19世紀に、ジョン・メイソン・ニールとトマソ・ヘルモアにより、歌詞の英訳と曲の編曲が行われ、現在の形となった。ベニ、ベニ、エマヌエルの歌詞この三美歌は、もともと9世紀のラテン語聖歌であり、19世紀に、 ン美カの作詞者であるジョン・メイソン・ニールが英訳した。音楽も元は中世フランスのベニ・エマヌエルという聖フランシスコ女子修道会行列参加でリスボンの国立図書館の店主にあった。この曲をニールの友人の合唱指揮者トマス・ヘルモアが1856年に編曲し5つのスタンザから構成される現在の形となった。ニールのオリジナルの翻訳では 出だしの部分が、ドローナイ、ドローナイ、エマヌエルとなっていたが、その後オオカム、オオカム、エマヌエルに変更され、アドベントの時期に広く歌われるようになった。ニールはもともと、イギリス国教会主祭であったが、オックスフォード運動に関わったことで、国教会の上層部と対立し、1846年、サキビル大学の指導教官に就任後は、不遇な生活を送った。しかし現在、 彼の作品は高く評価されている。ニールは他にも、ウェンセスラスは、良い王様などの代表作がある。バビロン補修この三美歌の出だしの箇所、オーカム、オーカム、エマヌエルで、これ、インマヌエルとは、旧約聖書のイザヤ書第七章14節にある、予言である。ミオ、乙女が身ごもって、男の子を産み、その名は、インマヌエルと呼ぶ。イザヤ書第七章14節。 536ページ、インマヌエルとは、主は我らと共にありの意味で、メシアであるイエスキリストの呼び名の一つである。マタイによる福音書にもこういう記述がある。見よ乙女が身ごもって男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。マタイによる福音書。 第一章二十三節イザヤ書にはこういう記述もある。受胎告知、レオナルド・ダ・ヴィンチ作闇の中を歩む民は、大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に、光が輝いた。一人の緑子が、私たちのために生まれた。一人の男の子が、私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は、驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。 ダビデの王座とその王国に、権威は増し、平和は、耐えることがない。王国は、正義と恵みの王によって、今もそしてとこしえに、建てられ支えられる。万軍の王の熱意がこれを成し遂げる。イザヤが秋第九章一節、五から六節また、受胎告知をテーマにした、美術作品で、告知の天使ガブリエルが現れた際に、マリアが読書をしている作品が多いが、 この時マリアが読んでいるのは、旧約聖書で、イザヤの予言の常時を暗示していると言われる。古代イスラエルの民は、バビロン捕囚の苦しみを味わい、それゆえに、救い主待望の信仰が生まれた。この賛美歌も暗さの中に光を求める賛美歌であり、救い主を強く期待する歌、救い主を待ち望む願望の歌でもある。また、原曲が中世の成果であるため、 戦律も火星もおごそかな雰囲気を醸し出している。ありがとうございます。